ただいまに第5試合ディープライト級5分2ラウンドを行います。青コーナー MYD チームゆで卵島田森俊樹、赤コーナーディープフューチャーキングトーナメント2021ミドル級優勝トライフォース赤坂山本壮志、レフリー豊永実、ライト級 70.3 キロリミット5分2ラウンドマッチです。右側山本壮志、トライフォース赤坂25歳、柔道ベース、ディープミドル級フューチャーキングトーナメント2021優勝プロ第1戦、さあ同じくデビュー戦が森俊樹 MYD チームゆで卵島田、フューチャーキングトーナメントライト級出場を出てプロデビューです。この組もこの選手力の伝わり具合がすごいですね。そうですね、2人とも力強いですね。でまずはここどっちがテイクダウン取れるか、はい、はい、うわ膝膝膝、森が放っていきます。お互い左を差した状態、これ髪の毛こうちょっとこうコーンローのようにこうコーンロースタイルですね、しているのが山本。まあ、フューチャーキングトーナメントではミドル級でエントリーでした。伊沢選手、こういうところ本当に大事ですね。そうですね、ここをどっちが取るかでこの後の展開が決まってくるので、はい、ここはお互いに首回り、ね、捉えて首投げの体勢、そしてしかしバックコントロールさせないというのが森、なかなか見どころあるんじゃないですか、はい、お互い譲らないですね。開始から1分、もう力と力の組、まあ、十二分にこれ2人のパワー伝わってきます。それから膝、まあ、ちょっとこう一瞬戦略考えるとコロ選手、はい、合わせ鏡のようにも見えたりもしますよね。そうですね、お互いやりたいことが似ていると思います。足を絡めてくる、いろいろ探る、左を差した状態での山本の攻撃です。まあ、これアンクルにサポーター巻いているのがここから見ると山本壮志、それから森選手の方はあの元キングオブパンクラシストの鈴木慎吾選手のスパーリングパートナーということですね。動きを見せることができるか、こうしてロープに押し込んでいきます山本です。コロ選手、ここからどうですか、動き望めることといったら、おお抱え上げて、まあスラムまではいきませんでしたが、まだここもでもよくお互い踏ん張ってます。お互いまあ手が取りたいんですけど、これ力使いすぎちゃうと、あ、殴っていく、この後の展開もあるんで、いざ、有効度ありましたよね、これは、ね、押し込んでの森です。肩回りこうやって左から刺して差し上げているのがコーナーを背にしている山本、膝も相当警戒しています。残り半分、まあ、どれだけ伊沢選手、うわ肩、これ力使ってるかですよね。そうですね、結構力は使ってると思うので、スタミナとかもここから影響してくると思いますね、デビュー戦対決ですけれども、コロ選手2011年デビューのことなんて覚えていますか、はい、全然覚えてないですねそうですか、はい、まあ、そういうもんなんですね、はい、伊沢選手はどうですか。そうですね、やっぱデビュー戦はもうがむしゃらに頑張ろうっていうような気持ちなので、多分スタミナとか計算せずにやっていくと思うので、はい、そんな感じなのかなって思いますね。そうですか、伊沢選手は覚えてたっていうことですねまあ近いのでそうですね、はい、さあ今日は K クラン同門のコロ選手、伊沢聖華選手2人の解説です。いい膝入り出しましたね。まあ、それ嫌ってか山本も早めに動いていこうとします。残り1分半、首狙っていけそうですね、ギロチンチョーク、まあ、これこの体勢で決めるのはちょっと大変なんでしょうか。そうですね、腕外してますね、まあ、本当に一つ一つの動き、コロ選手、はい、まあ、がむしゃらにこう力込めてっていう風に見えますね。そうですね、お互い力込めてるのが伝わりますね。いつ頃からコロ選手、はい、こういい形にこう脱力できたりなんてあったんですか。自分はその軽クラに移ってからちょっとずつこう力抜けるようになってきましたね。あ、そうですか、はい、
やっぱり横田代表からはそういうアドバイスもあるんですか。そうですね、もうフィジカルトレーニングとか自重トレーニングはするんですけど、はい、そのウェイトトレーニングとかはもう一切やってないので、はあはあ、はい、また組合差し合い、足も使ってくる。あと30秒トップを取った森俊樹、すぐに鉄井に行きたいんですが、下からのコントロール、山本も返そうとします。ちょっと潜るような体勢、どうでしょう、足でも挟んできますね。右足アンクルホールドを狙ってもいいなんていうセコンドの声もあります。伊沢選手、またこれちょっと興味深い形になってきました。そうですね、まあ、時間がないので、このまま、はい、やり過ごしたという形になってゴングが鳴らされています。さあこの選手に伺いましょう、はい、どうでしたかこの展開っていうのは。お互い、まあ、譲らなかったんで、ちょこちょこ当たったりはしてたんですけど譲らなかったので、まあ、次2ラウンド目にどのストンゲー差がつくのか、はいはい、勝負ですね。そうですね、まあ、共に2021年度のディープフューチャーキングトーナメント出場があって、ここでプロデビュー、まあ、ミドル級優勝者の赤コーナー山本に対して、こちら顔面ちょっとこう赤く変色している箇所が多い森俊樹、そのフューチャーキングトーナメントはライト級で出場でした。今回プロはライト級での2人の戦い。あ、ロープつかみの反則、これ今森選手の方にということでしょうかね。新宿フェイスの戦いです。セコンドアウト、試合は最終第2ラウンドです。ラウンド2ファイナルラウンド、お互いプロ初陣、右手を前に構えているのがミドルキックから山本、さらに逆関節の蹴り組んでくる、お互い左差し、もうこれ腰に乗せて投げようという柔道殺法もあるんですが、森がプレッシャーをかけ返しています。まあ、何か伊沢選手こう呼び合うようにこういう形に。そうですね、お互いがお互いにその譲らないっていうような状況が続きますね。本当に片方が、はい、まあ、いいポジション取れそうって思ったらそれを阻止してっていうような展開がずっと続いているので、はい、ここでどっちかが妥協してしまったら展開がガラッと変わってくるかなって思います、はい。まあ、ちょっとスタミナ面も含めてってことも今後あるかもしれませんよね。そうですね、まあ、根を上げさせるのはどちらかということなんですが、まあ、ローブローに注意しながらの膝です。コロス選手、はい、まあ、開始から1分ですけれども、まあ、相変わらずこう見ていてちょっとこう手グッと握ってしまうような。そうですね、譲らないですね、まあ、だいぶ長い時間この形が続いています。お互い結構力使っていると思います、フルパワー続けて、さらに膝、脇差し上げるようにしていきたいか。森、近い左の打撃、山本が放っていきます。さらに足使ってくる、外掛けからという体勢だったんですが、ちょっとこう腕ぶらりの体勢から森です。山本押し込んでくる、まあ、コロ選手でもここからこの2人のようなタイプで一番倒せるといったらどういうアプローチなんでしょうね。まあ、この四つ同士だと、はい、まあ、今お互い柔道で、まあ、ここまでいい倒しできてないので、はい、まあ、違う展開作っていった方が、はい、形自体はでも今うまく左足使いましたね、はい、うまかったですね、はい、で結局投げからバックマウントの体勢伺ってきます。山本、伊沢選手、大きな分かれ目やってきましたね。そうですね、ガラッとポジションバックまで取れてきたので、ここをしっかりキープしていきたい。あ、前に落とした、決まりました、キープ的な腕十字だ、腕十字、下からの攻めは山本宗志、なんとここから、いやー、シーソー状態かという形があったんですが、2ラウンド1分27秒です。下からの腕十字、山本宗志デビュー戦を飾っています。
左手まだダメージがあるのは森俊樹。伊沢選手伺いましょう、はい、展開あった中で決めましたね。そうですね、やっぱりテイクダウン決めた後はもう一方的って言っていうような流れでしたね、はい。まあ、柔道伊沢選手と同じようにこの山本選手は土台あります、はい、こういうところはまあ形の中でっていう引き出しあるんでしょうね。そうですね、やっぱりいろんな形での投げ方崩し方があるので、はい、そこがうまくはめられたかなって思いますね。さあコロ選手感想からいただきましょうか。山本選手バックからの腕十字うまかったですね、まあ、そうですね、まあ、得意なパターンなのかなというぐらい流れるようになりました。まあ、コロ選手もバックコントロールありますよね、はい、そうですね、まあ、自分の形にはめるまでっていうのはでもコロ選手、はい、本当に組んで刺してそうですね、あそこまで行っちゃえばこう時計いけるんですけど、あそこまでがやっぱり大変で、はい、なかなか同じタイプに突破口を見出していくっていうのは大変なんですね。そうですね、でも良かったと思います。デビュー戦対決でした。忘れぬ一日、まあ、そうなるかという一本勝ちですよね。そうですね、山本壮志デビュー戦で一本勝ちできるのは本当にすごいですね、はい、その決定力そしてパワフルですね。ライト級での山本壮志でした。